こんにちは。春山春彦です。えー、あなたあなたのお子さん、お孫ちゃんへとま全、あ、部ね幅をとっております。まあ,あの私の周囲にはね、私自身がえ深、ー、夜世代ですのでね。年寄りも多いんで、えー、そのようにしております。まあ、春山春彦宅建上市ウェ,、えー、ーウェーブ講座ですね。の案内も兼ねております。 まずね、学習試験ね司法試験などの法律系資格なども含むまた高校大学受験合格の秘訣ですねこれは YouTube の動画でね配信しておりますただし小学生以下の児童ねこれは適用できません <laughs> でこの勉強方法ね、えー、私がこういう講座に30年間携わっていたんでねまあその結論なんですね、えー、まず基本書 まあ、教科書などを通読すると。それから理解度、この時点では40%から50%でも良いということですね。で、もう一回基本書を読む。ただしこの段階は項目ごとに読んでいきますね。で、項目ごとに読んだらすぐその項目の過去の問題。まあ、我々のこの、えー、教育産業ではね、過去問とか言ってますけど。<laughs> まあ、それを解くと。それからこの過去問を解く際の容量ね。 これはものすごく大事なんですね。えー、1回目、えー、特裁にはね、馬鹿正直に正面から考えないということなんですよ。で、わからない問題はすぐ解説を見る。で、解説を見て納得がいけば、その問題は理解できたので、クリアしたことになります。で、解説を見て理解できなければね、レテ点などをつけておくと、こういうことですね。で、えー <laughs> まあえー、要点はね基本書を読んだらその直後に問題を解くことです。この間をね長くしないことです。これ今日ね基本書を読んでね1週間後に問題をやってもダメです。もうすっかり忘れておりますね。だ今日やったら今日やるのが一番いいんですよ。その直後が一番いいです。す、え、べ、ー、ての過去問を終えたらね 2, 度2回目も同じ要領であります。もう1回その項目を通読して 問題を解く、要領は一回目と同じですね。で、これを最低四回以上やりますね。はい。で、試験直前になったら、絞り込んだ。このレテンだけをやると、ね。まあ、このような方法で、司法試験とかね、それから東大の医学部。まあ、この難関大学への合格。まあ、これ、に合格された方もおります。ね。で。まあ、私はね、なぜこういう、その。 要領をね、覚えたのかというと、えー、高校のね、えー、に、まあ、入った時にねあの私はあまり数学がねあの苦手な方でねあのまあその頃気帰化と言っておりましたね今何というか知りませんが。であのこれをなんとかね克服したいと思ったんですよ。そして街中をね歩いていたらねある書店に通りかかってね、まあ、そのーコーナーに入ってみたらね あの先生のね、えー、その指導書みたいなのがあるんですよ。うんえー、それはねその問題もあってそれをねかい詳しく解説してるんですね。それはものすごく分かりやすかったんですよ。ね、でこれだと思ってねあのそれで考,えた考えついたのがこのやり方なんですね。はいえー、でこれはねあの、まあ、私は「卓見講座」やっておりますのでね。 宅ケ講座にもあの進めております。はい。で私の宅ケ講座本気でタケン取引士ウェブ講座ですけどね。これはあの基本講座とね、えから問答案練習も含んでおります。もうこれで十分です、えー。受験講座を勉強したい方に年間受講料ね、まあ7万円で、えー、提供をしますと。7万円ですとね、えー、まあ、えー、皆さん調べていただければわかるんですが。 この業界受講料のね。半額なんですね。だいたい15万から30万ぐらいです。まあ、その半分以下でやってるということですね。で、学歴、年齢、国籍を問わない。なぜ国籍かというとね。私はあの外国籍の会社に何年間いたもんですからね。で、あのそこでもまあ講師をやっておりました。実務ももちろん不動産の実務もやりながらね。そこの社員に対してあの教えてたんですね。はい。 でまあ国政あとこ行ってるんですですね外国の方はねねななかなか、ね、取りづらいですよこれはねまあ皆さんが考えればわかるんですけどあの皆さんねあの日本に来てね日本語学校入ってそれで、まあ、大学入ってまあ、卒業してねまああの喋るのはもうベラベラだから営業ベースではねあの支障はないんですね。ところが文字化していくとね難しいんですね。 例えばねまあ皆さんがあの中国に行ったとしましょうか中国漢字だらけですよ、ね、あれでまあ中国に託研師試験というのがあるのかどうか知りませんがあるとすればねまずね皆さんもあの今日本にいるあの外国人と同じようにね、えー、なかなか難しいです。まあ、それを考えていただければねあのいいんですがとにかく、えーまあ、そういう外国人にもね教えておりました。まあ、外国人も様々ですよ、うん いろんな国籍の方がいます。えー、で不動産業界にはねあのいろんな方々がおりますのでねはい。でまあ全国平均ねまあ私がネットで調べたところ六百万円プラス宅建資格当てね三万です。まあ二万から三万ね、えー。まあケチな会社は二万ですよ。で出すところはね四五万出します、えー。これはまあ年収ですね。えー、まあこれにもボーナスも出るわけですから。 それから転職スキルアップにいいといととうことですねでこの世界はねあのもう転職が多いです不動産業界ね、えー、だからまあ,あの自分が将来ねまあ宅建業もやろうという志もあるんでしょうねだ短期間でその高収入を得たいというのでねあのありますそれからスキルアップねスキルアップっていうのはまあ現在その不動産会社にいてね取引士の資格まだ持ってないと。 いう人はぜひねこれを取ってほしいんですね。えー、やっぱりあの不動産会社ですからね宅建紙を取ってほしいんです。で、あの他県紙っていうのはね千人もありますけどねまあ従業員ほら五人に一人ね、えー、だけどアルバイトもありますからねだから兼業ケースもあるんですよ。えー、だからまああの主婦の方ね結婚してる女性の方、えー、まあそれからそうじゃなくてもいいんですよ。えー 他のところでは常勤でね、えー、土日になって、えー、まあ兼業ケースで、えー、アルバイトでもやるとまあそういうこともあるんですね。はいでまあこういうあの講座をね、えー、紹介していただいたらね、えー、まあ7万円の講座ですけど、えー、まあお一人につきね3万円をお支払い,お支払いしますとこういうことですね。でここでねねまあ、ちょっと簡単な、ね、あのー 講義をあのいたしますね。あんまり長いとなんですから短くやります、えー。これちょっと見えるでしょうかね。これちょっと大きくしましょうか。はい。えー、これはまああの取引についてのまあ多剤技法ですね。皆さんごごあの多剤技法はね20問出ますね。でここでまあ点数取るところなんですよ。でそのまあ取引の事例ね。はい。 取引対応として売買交換、あの、退職とかありますね。そで、えー、その、当社となる、自ら当社となる場合、それから代理、売買をやる場合ね。でね、もう簡単にここは通っておきますけども、この、ペケ印がありますね。これ、自らね、あの、退職する場合、これはね、あの、取引に当たらない。だから、他券業の免許いらないということですね。はい。これ、あの、大家さんですね。大家さんに他券試験。 あのね勉強してくださいと言っても大変でしょねあの年取っている人もいますよねであのここの貸借はいらないとこういうことですねでこれあのサブリースも同じですね、えー、ここにまあありますけどねこれ、えー、その取引に当たらない例として建物一括で借り上げて転退する行為ねいわゆるこのサブリースを専門にするこれもいらないんですよ。まああでもあの 全般にやっててまますすからね、ほとんどど。許可を得てますけどそれからこの建築や宅地造成の請負業ね請負業もあのこの宅建の免許いらないそれからマンションの管理業ねえこれもいりませんまあでもみんなね宅建を兼ねてますからまあ普通は実務ではね皆さんあの不動産業もやってますよねでもあのこれ試験的にはねこれは関係ないということです。まあ、それだけね、と。 説明していきますで、えー、また先のねところ入っていきますけどもで、えー、これですねまあ私はあの外国人にも教えたんでね、まあ、できるだけ砕いてねあの説明していきたいと思っております。であのホームページね、えー、こっからね入ってみてくださいちょっと小さくしましょうかね。 はい、えー、ホームページねここですから、はいえー、ここから入っていただければいいです。であの詳しいことはねあの電話でも結構ですよここね07064249264ねえかまた LINE 春山春彦で LINE があ,のありますからね LINE に入れていただいても結構です。で私は3か月のね短期合格をあの目指しておりますのでね、うん、まあできるだけあの 早く入っていただいて何回もこうやればねあのそれは6ヶ月でもいいんですよね10ヶ月でもいいんです、えー、でまあ今この時点ですからね今4月のせいですから、えー、どうなんですか5678910まあ6ヶ月ですよね最長でまあでも通りますちゃんとやればねはいさっきの要領でやるということですよはいでうん。 まあ私は YouTube 動画でね、まあこれもそうですけども、晴山春彦の達見志向だね。まあこれをあのご視聴ください。えー、過去に何本もお流しております。えーまあ、このような方法を採用する理由ですね、えー。受験勉強は研究者、学者などのように何か発見したり発明したりするものではないと。基地の事柄ですね。もうすでに知れ渡っていること。これを学ぶことのみですと。ただし最近、 は次第に自分の考えで答える問題もまあ出題傾向にありますとね、えーまあ、小さい子どもたちは、ね、まあできるだけ自分で考えてみようというまあ教育もそれはそれでねいいんです。えー、でこれはあのでもまだ主流じゃないとねこのような受験勉強は30年間受験講座を運営した経験から生まれた結論まあ私は先。 言いましたね、その高校時代の,その体験も含めてねこういうもう簡単でしょ、ね、説明してしまえば、まあ、これをやることなんですよ。で念のためにこの受験勉強の方法は各人それぞれに適切なものがあると最良のものではないとね参考までに、まあ、それは当たり前ですよね。各人にあったものがあります、はい、で私のあプロフィールですね、はい、YouTube 動画で配信中。 えーまあ、早稲田の法学部ですね卒業しております講師歴外国人も含み、えー、いますね外国人にも教えておりました40年ですで YouTuber としてね動画140で私はあの小説家になろうっていうサイトにもね、えー、7編ですかね長編、えー、中編短編ね、えー、小説随筆ねうを搭載投稿しておりますので。 えー、興味のある方はね、えー、見てください。まあ、6万回も超えているんじゃないかと思うんですけどね。アクセス数で私は tmk 帝国主義というのをね。私独自の考えですけど、提唱しております。まあ、これも見てください、えー、これはもうネットで見ればね。tmk 帝国主義者、えー、提唱者といえば、もう腫山有彦と私の名前が出てきます。はい、以上です。